久野康成の経営のエッセンスの時間です。この番組は東京コンサルティングファーム会長、公認会計士の久野が様々な経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え、皆様の経営に役立つ情報を提供するものです。こんにちは、東京コンサルティングファームの久野です。今日は仕事と家庭どっちが大事なの、この質問ですね、もう人生生きてると妻から問いかけられる瞬間あるんですね。妻や恋人から、あなたは仕事と私どっちが大事なのと、こう聞かれてですね、なんて答えるのか。仕事って言ったらもうブチ切れますよね。もう当然そこでもうこれアウト、これ絶対言っちゃいけない。仕事と私どっちが大事って言って仕事とこは絶対答えられないってことぐらいは私も分かる。でも、いや、もちろん家庭だよなんて言ったら待ってましたとばかりに、いや実際全然家庭とか私なんかね大事にしてないじゃないのと、あなた言ってることとやってることが全然違うよねと、もう機関銃のようにですね、もう浴びせられて、じゃあ なんて答えたらいいの、どっちも大事とかって言ったら、なんてあなたは中途半端なことを言ってるのと、もうなどんな答えも全部アウト。ここが難しい。でこれ私ですね、どっちも大事っていうこの中途半端さはどっちもうまくいかないなと思ってて、人間これ目的そもそも何かって考えると、仕事ってやっぱり一つの手段なんですよね。で目的っていうのは人生の幸せ幸福にある、人としての幸福がこっち目的って考えると、やっぱり自分であり家庭であり周りの人たちが幸せになっていくっていう手段として仕事があるんじゃないかと。ただしこの手段っていうのがですね、競争関係の中にあるんですね。これこっちを本当に目的の幸福っていうのを達成していこうと思うと、相当仕事で周りの人以上に頑張らないとうまくいかないんですね。ここの現実に直面した時にどうしたらいいのかってこう悩むわけです。これ両立していこうと思うとですね、やっぱりこう仕事が中途半端になって経済的にはあんまり成功しないので、で経済的に今度成功しなくなるとすっごく責められる、実際は妻からっていうのが現実だと思います。この子供の頃ですね、どういう男性がモテたかっていうと、肉体的に優れてる、運動ができる、足が速い。これ生物的にですね、我々足が速く運動ができるのっていうのは狩りをしてた頃ですね、あの頃っていうのはそういう肉体身体的能力の高い人間というのはたくさんの、食べ物を取ってこれた。だからその身体的能力の高さっていうのが経済力につながってたので、そういう人間がモテる、もう原始的な我々のマインドの中で子供の頃っていうのはそこがですね組み込まれてるんだよ、 DNA。 だけどだんだん大人になってくると、だんだん人間も30歳過ぎてくるとこう、婚活とか始めて、特に40歳ぐらいになってくると女性もですね、ほぼまず男性の年収から、仕事年収、つまり経済的な成功っていうところをもう大前提に見てくる。そうやって考えると家庭の幸福っていうのは経済ある意味経済的成功をなくしてもうありえないですね。もう最初から年収600万以下足切りとかってされちゃうわけだから、婚活パーティーとかにもし皆さんが行ってみて、40過ぎて今30代以上ぐらいの女性はもう最初からそこで足切りを食らわせられると。ということは仕事の成功なくして幸福っていうのが我々こう得られなくなっちゃう。ということはですよ、最初の段階での比重っていうのはどうしても仕事の方向で中心に置かざるを得ない。
まあちょっと家庭のところはもう騙し騙しですね。まあ私のケースだと10年ぐらいかなり厳しい状態があったんですが、10年ぐらい一生懸命仕事頑張って経済的にある程度豊かになったらですね、結果としては家庭の不和がなくなってきた。ただ問題はですよ、経済的に成功してれば全部うまくいくかっていうとそういうわけじゃなくて、創業者起業家のほとんどが、ほとんどって言っちゃあれですけど、かなりの割合、世の中の、まあ、今の離婚率って大体 35% ぐらいなんですが、起業家の、私の感覚だと起業家の離婚率って大体 50% ぐらいいってるんじゃないかっていうぐらい、普通のアベレージよりもですね高い確率で離婚しちゃってる。つまり経済的に豊かになってるはずなのに家庭不和が起きちゃってる。これは経営者が仕事を重視しすぎたのか、家庭を顧みず自分を重視したのかね、家庭と自分との対立っていうのがあるんですね。自分をこうのやりたいことをやっていこうっていうと、今度家庭がですねある意味制約条件になっちゃう、足かせになってきちゃう。そうするとそういう経営者っていうのはほぼほぼ離婚しちゃう。もう私も人のこと言えないんですけど、私離婚してないんですが、まあここ15年別居してるんです。ですっごくうまくいってる。別居婚経営者はね、離婚してもう一回結婚してもね、また同じ状態になる。だって自分中心だから。そういう人間はね離婚しない方がいいね、最初から、別居婚の勧め。私はね経営者にはここがいいと思って、ただこれの大きな声じゃ言えないから、本当は最高の自由、もう全てが得られるね。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売り上げが成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。